おはようございます。なんでカメラ回ってるんですか？芸能人抜き打ち持ち物チェック。ちょっとということでバッグをお預かりいたします。私こういうドッキリ初めてなんですよ。あ、そうなの？なんか見られちゃまずいものとか入ってないよね？多分大丈夫だと思います。多分？これは楽しみですね。ちなみにこのバッグどのくらいしたの？これは本当に安いやつで16万ぐらいです。16万？稼いでますね。全然そんなことないですって。またまた。じゃあ早速チェックさせてもらいますね。どれあれなんだろうこれ。早速なんだろうこれ。これはあれ何ですかねこれ。いやちょっと、いや私これ抱かないと寝られないんですよ。もう恥ずかしい。あら可愛らしい。じゃあ次行きますか。これは何かな？掃除機のヘッドです。あ、これ掃除機のヘッドね。ああなるほどね。ああ、じゃあ次行きますか。あれこれ何？あ、それはこの前仕入れた上物の薬です。へえ、好きなんだ。じゃあ次行きますね。この時小市警部補はあるものを発見した。ちょっとそれはダメです。これ何？もう分かってんだから自分の口で言いなさい。2番の粉です。女が所持していたのは2番の粉。一応ねこれ確認するから色変わったら確定ね。はい、色変わったね。19時25分、2番の粉取締法違反で逮捕。まだ若いんだからもうこんなことやっちゃダメだよ。逮捕の瞬間も優しく寄り添う警部補。そうですね、最近は若い人が犯罪に手を出すケースが増えてきているんでね、しっかりねこう大人が寄り添ってあげないといけないですね。旅は続く。作詞やってるまで今日なんてしてる暇もないくらいだし、どうなんかなくたって気にしない方がいい。今日もちらほちらと魔物が暴れ出す。